水野裕潔は日本の女性シンガー、ダンサー、アイドル、神奈川県出身、所属事務所はアミューズ、2010年から2015年まで女性アイドルグループ、桜学院のメンバーとして活動したほか、2010年から2018年までメタルダンスユニット、ベビーメタルのスクリームダンス担当として、ユアメトル名義で活動した、ベビーメタル自身と同僚、 モーメトル2007年、読者モデルとして活動後、アミューズに所属。2008年から2010年にかけて、CM、ドラマ、舞台などで活動。2010年8月、桜学院の小頭部に、転入生として加入。同年10月、派生ユニットである、バトン部、ツインケルストアーズに参加し、11月には、重音部、ベビーメタルにユアメトル名義で参加。 2011年5月2日から2013年3月25日まで菊池最愛と共にサクサクの番組コーナー速報神奈川県で最も売れている CD シングル週間売上ランキングにチャート娘として出演同年7月クッキング部ミニパティに2代目のメンバーとして参加2014年5月桜学院のプロデュース委員長に就任 2015年3月、桜学院を卒業したが、ベビーメタルの活動は継続した。2017年12月から、体調不良によりベビーメタルの公演を欠席していたが、2018年10月19日に、アミューズ公式サイトにて、自らの体調が万全ではないことや、水の輸血としての夢に向かって進みたいとの気持ちを理由に、ベビーメタルからの脱退を発表した。 ファンに謝意を示すとともに、またいつか、水の輸血として、皆様にお会いできるように努力し、邁進しますと、表明し、以後の芸能活動に含みを持たせた。ベビーメタル自身と、同僚、SU メタル高いダンススキルを有する。ミキコは、もともとすごいダンスが得意で表現力が豊かと2013年に、表した。ベビーメタルで好きな楽曲は、ロードオブレジスタンス。 その歌詞が辛くてもまだやれるよ、と伝えるものだから。好きなアイドルは、中本鈴子をも属したカレンガールズ。水野は、小学3年生の時、病気の家族を見舞う中で、カレンガールズの歌を聞き込み励まされた。後日、家族とカレンガールズの任務完了ライブを見た。さらにベビーメタルのライブで、カレンガールズの楽曲、オーバーザ・フューチャーをカバーした。2014年時点で、 桜学院で好きな楽曲は未完成シルエット。初めて買った CD は桃色クローバーのもの。好きな海外アーティストはアリアナグランデ。好きなメタルバンドはという質問に対してカンニバルコープスと答えた。ありがとうございます。